ライフを最新不動産情報。どうもベトナム好きの芸人 WC しんすけです。今回はですね、 HiPhone の港レジデンスを紹介します。まあ港っていうことは、そう、東京都港区、その港区みたいな感じ、雰囲気を作り出そうというこの都市開発なんですよ。こちら模型がございますが、こちら側がもう完成したタワーで、奥側が来年の3月に竣工するタワーでございます。だ、今まさに建ててる建物がこれです。ちなみにこのこちら売買の方の港レジデンスの方は FPT のスマートホームでオール電化のシステムが導入されるって。いいよ。もっと広い絵で見るとこのような感じに模型がなってますが、港レジデンスプロジェクトの全貌じゃない、うん、そうね。こちらが港レジデンスで、こちらがこれから建てる港レジデンス、右側ね、こっち側が、そうね、右側がね、で奥がロイジェントパークス、うん、はい、前回紹介したロイジェントパークスで日光ホテルですね、はい、奥右ね、はい、うん、でこんだけすごいプロジェクトなんよね、広いね、うん、でここの真ん中にもさ、またできるんでしょ今ね、この綺麗、緑にあふれてる場所が、そう、いやすごいやん。またもう一棟建つのかな、はい、まあこういった感じでね、こう都市開発がされているという、はい、だからかなりの個数ありますよ。お部屋の方も見れるということで、レッツゴー。うわすごい綺麗やね、うん、前借りてた人もいたんですけど、めっちゃ綺麗だわ。でこのね、まず靴箱、ひれー、めちゃめちゃ広い。さらに下もなんかライト光ってるしさ、すごないライトよ、うん、足元照らしてくれるんよ。上げてみて、ほらこの下がさ光ってることで靴履いた時に光って映る。全然違うわマジで。でここに鏡もあってさ、なんかすごい不思議な作りだけど、やっぱここに鏡あるだけで身だしなみチェックしていけるっていうね、うん、なんかちょっとした鼻毛出てましたみたいな、それここでやる鼻毛出てましたとかもチェックできますよ。はい、で、まずはじゃあどう、はあ、今ちょっと浜田さんの気持ちが分かった。あの格付けのね、あのドアをさ、こっちに入るみたいな、ね、うん、いやあれ答えあるからあれの場合はじゃあこっちから言います。あれ、はい、こっちのお部屋は何でしょうか。ベッドルームでございます。まあ、スモールベッドルームですね。スモールベッドルームといえど結構広いわ。いやだいぶやろ、うん、いや全然広いわスモールベッドルーム。でこの壁がね、黒を基調としてるし、なんかこう落ち着く色というか、うん、はい、で収納も広いね。で鏡あるじゃん、お前の大好きな鏡、鼻毛チェック。いや鼻毛ばっかり出てるやつやんこれ、チェックばっかりさせてチェックばっかり出すなで後ろ見てくださいよ、はい、スモールベッドルーム窓がなかったりするときあるけど、ここに窓があることで空気の入れ替えできる、うん、いいね。あ、で、あれか、これだ、カーテン、なんていうのこれ、シャワーカーテン。いや、シャワーカーテンはプロのやつや、ロールカーテンね。はい、ここにもありますんで、ちゃんと暗くできると。いや、いいね、スモールベッドルーム。そしてじゃあ、こっちのお部屋なのか、何なのか、行ってみましょう。こちらシャワールームね。はあ、で、なんか洗面台、おしゃれやね、これ。これさ、あんまり深みがなくて、広くこう横に取ってるタイプ。おしゃれ。これだと、顔バシャバシャやっても結構広がっても大丈夫。大丈夫なタイプです。これね、TOTO でいうウォシュレットもついてると。ジェットを使いたくない人も、こちらでお尻をきれいにすることができます。シャワールームもさ、スモールベッドルームのシャワールームでしょこれ言ったら。まあそうやね。だけど広いよこれ。もうちょっと狭いもん、ホーチミン市とかのさ、結構マンションとかだとスモールベッドルームのシャワールームはちょっとね、もうちょっと狭かったりするんですけど、やっぱここ皆さん広いです。すごい
ちょうどです。ちょうど広さいいですよ。で、まあ段差もねしっかりとありまして、水が入ってこないようにできております。はい、そしてリビング、うわ広い、もうだって地球だもん。めちゃくちゃ抜けてない？すごい、過去一年、ね、近いよ外がじゃない？いや、外との距離は常にガラス1枚なんよ、うん、ゼロ距離よこれめちゃめちゃ近いよ。だってこう真下やもん。普通だったらね、ちょっとベランダがあったりとかさ、そうね、あるけど、これだけ近くで橋見えて、こうハイフォンのね街並みがこう見えるっていう、結構景色ビューはかなりいいと思うこれ、うん、で、まあ窓もねちょっと高めに設定してあるし、お子さんとかはね危なくないような作りになってますよ。はい、ソファー測っとくか。いきます、せーの、前、まさかの前、ふんだんにこのスペースをいけるっていうね、この距離を取れるっていう、そういうことよ。それだけ広いってことだもんね。ソファーの広さでなくなってるけどないやでもソファーも普通の2人用とか3人用レベルじゃなくて、もうちょっと広いけどね、うん、この幅は結構広いですよ、ね、うん、はい、落ち着いた色で結構ねいいね、家具とかも飽きのこないデザインというかいいですね。でキッチンもシックにねまとめておりますよ。二口コンロでこの L 字型ですね。収納広いですよ。ほらうれ、めちゃめちゃ広いやん。めちゃめちゃあるやんこれ、うん、はい、出た西村君。はい、これは浄水器ですか？それは浄水器ですね。浄水器ということはこれもまだ水飲める？飲めますよ。これもレンジもあります。冷蔵庫も大きいですね、はい、そしてこちらは洗濯機ですね。洗濯機、乾燥機もついてます。はい、洗濯乾燥ついてるだけで雨の日に困らない。でここにもね干せたりするスペースとはなっているんでいいですよ。港レジデンスめちゃくちゃいい。鏡もでかい、でかいぞこれ。鼻毛チェックしてないわそしてこちらマスターベッドルームに行ってみたいと思います。はい、こちらです。マスターベッドルーム、マスターベッドルーム、ベッド広っ、キングやねこれ。ベッドのこのここの部分が柔らかいことでね、これ本とか読むときに寝そべって読めるんよ。いいのよこれ、めちゃくちゃ好き、大好きなやつ。こちらもまあテーブルとして利用してもいいし、兄弟としても利用してもいい。いや無理やろ、今日ないやんどうやって使う兄弟として。置いて、改めて鏡を置いてください。それはもうなんか兄弟としても利用してください。そこはすいません。それは何だ。はい、でここもベランダとしてね利用してください。はい、それはね、はい、ここはベランダです。ベランダとして利用してください。はい、ここはだから外に出れますよと。まあ、外にね干したりとかもできますから。下はもうウッド調ですよ。やっぱ寝室はね、さっきの部屋もウッド調だったんですけども、寝室はウッド調でちょっとこう静かに歩いたりできるという、うん、温度とかもね暖かくこう保つことができるという。で収納も広いですよ。ここもね上も開きますよ。ちょっと僕は届きませんが、上も背伸びしてよ。背伸びして、したら届くでしょ。背伸びしたら届いた。確かに背伸びしたら届いた。はい、はい、届きます。こちらも広いです。さあそしてこちらもシャワールームですね。まあ作りとしてはさっきと同じですが、やっぱ広いし、シャワールームも広いですよ。まあほぼ一緒かな、うん、さっきと大きさで言うと、まあ、そうね、はい、大きさで言うと一緒ですが、それがまあ2つあるという、はい、利用できます。はい、そしてこちらが売買用の物件になります。2ベッドルーム、ちょっとねソファーの色だったりとか、キッチンのねこちらの色味は違いますが、まあ作りとしてはほとんど一緒ですね。はい、
家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。よっしゃー、 iPhone に絶対借りてやるぜ俺の家借りてやる。いやそうね、借りましょう。はい、まあ iPhone の港レジデンス、まあね、見てきたので言うと、まあこの近辺、まあ飲食店もたくさんできてきてますよ。で、中心地までタクシーで。本当ですか？ちょ、嘘はつかないでください、急に。いや、秘書さんもあったでしょ、日光さん。それは日光さんね。で、ダイニングさんもあったでしょ、隣にね、飲食店あったよ。いや、あるある。和食ですよ。で、まあカフェとかもあったよ、バインダークアのお店もあったよ。だからコンビニとかもあったよね。ありますよ。もう本当、東京内にあるよ。ね、あるし、で、言ったらイオンモールも車で5分ぐらいの距離、中心地までも10分から15分で車で行けると。だから立地条件としてはかなりいいですよ。で、共有スペースとしてはジム、キッズスペース、パーティールームで、これからまあプールとかも完成する予定と。この値段ですね。ツーベッドやもんね。で、家具とかもおしゃれでしょ。うわー、まあ、ホーチミン市のね、中心地とかと比べたら確実に安いとは思うのよ。そういうところと比べて安く設定すればいいってことでしょ。今回は、はい、12月中にこの動画を見たという問い合わせに限りということで、はい、特別なプライスを用意しています。なるほどね。なるほど、そうやって問い合わせ、 N アセッツさんに問い合わせしてくださいよちょっとこれだけは忘れないで、みんなちゃんと下のリンクの N アセッツさんに問い合わせしてくださいよ。その特別価格か。え、50万の刻み、刻みどれ、100万の刻み、まあ、50万のですね。50万刻みってことは何だ、50でってことは50でしょ1850万ドンいったと思います、1850万ドン頼む、西場君お願いします。正解は1600万ドル。うーわーって50万の刻みじゃねえし本当だ、マジずるずるー、はめられたやん、ずるー。お前もう絶対に正解することのない答え言ってたやん何、俺に当てさせんでお客様の味方をするエナーセットさん、何それ。いや、いいじゃんめちゃくちゃいい会社やん。1600万ドン、うわ、めっちゃ安いね、マジで。で、他にもね、あの売買の物件もありますんで、まあ、そちらの方も見てください。新しいタワーも竣工されますんで、引き続きこの開発エリアかなり注目すべきですよ、皆さん。そして他にもたくさんエナセスさん物件持ってますんで、問い合わせよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。